これは決まったんじゃないですか。くそ、さようなら。はい、どうもこんにちは、無名です。今日も楽しくスマブラスペシャルやっていきたいと思います。今回ですね、月光からの即死本部をね、話していくんですけど、まぁ、ちょっとその前にね、話したいことがあって、ちょっとね、ユニバでね、めちゃめちゃ遊んできて、もう絶叫系乗ってね、喉カラカラ、ガラガラになったんで、ちょっとね、いつもと声違うかもしんないですけども、まぁね、気にしないで見ていただけたらなと思います。やり方は、空への、ダッシュ攻撃、空へ落とし、ジャブで、ジャブっていうか弱、弱攻撃でダウンレーンを完成させて、下強を上スマッシュですね。やっていきましょう。よっ、これが即死コンボ強いねマジで。マジで強いわ。でね、クエヌはこれね、こう直当てじゃなくてカス当ての方がいいね。カス当てだとダッシュ攻撃がね確定するので、よっ、この最後の上スマッシュが確定するのがいいね。下強から上スマッシュが確定するのがめちゃめちゃ強い。よっ、ここで上スマッシュ。マジで強いわ。てか月光がね、この即死コンボなくてもめちゃめちゃ強いのがいいよね。このキャラは本当に強いと思う。うーりーやばいよなマジで。このキャラ本当に強いと思うんでね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。さあやっていきましょう。ガノンか、ガノンか。この相性どうなんだろうね。クエの押し付けられたら結構きついんだよね。よいしょ。オッケー。今のはクエ落としじゃなくてもよかったな。うわ、わかるよその気持ち。俺ね、なんだっけ、ナレーションのあの月光川がめっちゃ好き。月光川。あー、違う、クマじゃない。このね、ガーキャン行動弱いと思うんだよね、月光が。なんか空中攻撃でガーキャンで攻撃できないから、それがちょっと弱いなって思う。あぶね。いやー、空へ落とししたよ、今。あぶね。痛いよ。怖いね。俺は即死コンボを決めたいんだよね、ちょっと。あー、外ずらしされた？痛いよ。まあいいや、普通に倒しちゃおう。行こう。クソ当たんねえか。あぶね。受け身取ったわいな。はい、お疲れい。ガノンドローフ、ガノンドローフ。クゴ出ない。ちょっとラグいぞこの人。ゴールデンウィーク無線キッズかな。下校が痛いよ。よこれは決まったんじゃないですか。くそ、さようなら。ダメ押ししました。決まったなと思ったけどダメージ足りなかったか、悔しいな。月光が強いわこのキャラ。さあ次ゼロサムか。ゼロサムきちいな。ゴー。うん、オッケー。うわーマジ、うわ、なんかバッタゼロサムだな、随分やだな。オッケー、オッケー、ラッキー。大喜利、ちょっとラギーぞ。
ゴールデンウィーク無線キッズ多いな、マジで。だだ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 、そんな技出してないよ。やらぎらぎらぎ大丈夫か、これ。うわー、出ないし、ラグすぎて技が出ない。いや、まずいな、マジで。うわ、ラグ。なんでや。うわ、ラグ。頼むぜ、ニンテンドー。マジでさ、無線と有線分けるべきなんだよ、ほんとに。何回も言うようだが。口を酸っぱくして言いたい、俺は。あ、ラグラグ。いやー、無線キッズに成敗しました。ついてないな。クローム、クローム嫌だな、俺。ルキナロとクロムってさ、クロム有利って聞いたんだけど、どうなんだろうね。当たんねえか。オッケー。何？そんな技出してないよ。 OK？ いや、そんな技出してない、出してない、出してない。どうすればいいんだろうな、これ。クロムと戦うとき。 OK？オッケー。うわ、そっち飛ぶんだ。前ベクトルかなと思ったら当たんないか。オッケー、当たんねえ。オッケー、クマエ、当たんねえか。後ろ投げ。前投げでいいかな。うわっ、速報どけ。うん、あー、くそ、当たんねえか。痛いよ。オッケー、危ねえ。いや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 、危ねえ。うわあ、危ねえ。いてえ、いてえ。クロム普通に強いよな。なんか画面見てないで技ブンブンってね、この人。大丈夫か、さっきから。あー、下じゃなくてよかったな。うわー、すっぽ抜けるか。後ろ、当たんねえか。あぶねえ。なんか画面見てないブン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 キッズだと思うんだよな、これ。さよなら。画面見てねえよ、この人。絶対画面見ないで技ブンブン振ってる。え、さようなら、勝負なクロムさん、さようなら。気持ちいい。画面見ないで技ブンブン振ってる人に勝つのがいっちゃん気持ちいいわ。本当にいっちゃん気持ちいい。
ということでね、今回は、なんだっけ何の即死コンボだっけ、そうだ、月光河の即死コンボについて触れていきました。少しでも参考になればなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ということで、じゃあね。